おっと、急に。急に。急に小田さん。急に。え、コメントも拾われず、急に違うんですよ。何がですか？いろいろ。あのね、いろいろバタついてますし、多分5万1000人が今見てくださってるんで、すごい数のコメントが届いてると思うんですよね。すごい。だから、ましたよ、僕。なんてコメントしてたか、全部教えてもらっていいですか、今。いや、見る気ないやん、もう、コメント。おいでやすって言うて、コメントし、これ。本当に最初じゃないですか。メインのカメラが一番画質悪いなすいません、音。これ。このカメラ一番画質悪いってよ。うんだって、知ってたんだ。はい、つけてない。面白い。小田さんは、インスタライブ慣れてますか、やっぱ。僕、初めてです。え、そうなんですか。インスタも、自分じゃなくて、飲みの場で後輩に携帯取り上げられて勝手に登録されただけなんで。すごい、すごいノリですね、それ。そう。全然わかってないです。でも、その、コメントをずっとしてくださってた。してました。おいでやすとかはしてました。それは、それぐらいはわかりました。ってことは、頭から割と見てくれてたってことですよね。最初の事故映像ももちろん見ましたよ。あれは相当な事故でした、やっぱり。そう、数分のやつを見ました。見てくださってる方。初インスタライブ。え？初のインスタライブってことですね。初のインスタライブで、さっきなんか、メインのお二人ちょっと画面止まったりしてて。はいはい。で、赤楚くんも止まったんすけど。はい。それは別にフリーズじゃなくて赤楚くんがほんまに聞き逃してぼーっとしてただけでした。これは正確な情報ですね。止まったこっち。止まったって言ったら、ちょっと眉毛ピクって動いて、動いてるやん言うて。止まってなかったんだ。ありましたありましたよ、さっき。赤楚って呼ばれた時ずっとフリーズしてたら、別に聞き逃してただけっていうの。フリーズしてたら、フリしたら気づくのかっていうあれじゃないってことですか。単純に、赤ちゃんがぼーっとしてた。いや、音声途切れてるみたいなやつやってるけど、今一人で。ほんまや。画面見てなかったら誰も拾えないボケやめて。ちょこちょこそういう一面があるよね。そうなんだよね。で、今日、そう。割と僕が小田さんにちょっかい出すこと多いじゃないですか、現場で。はいはいはい。で、佐田さんも一緒になって、こう、ちょっかい出したりしてて。はいはい、多いですね。それを、いつもね、赤楚が混ざりたそうに見てるのをね、僕は知ってるんですよ。どうやら彼もボケたがりかもしれないです、これ。あ、けど、赤楚くんはもう、素材がもうちょっと、ボケっぽい。そうですね。養殖の真逆ですからね。養殖のね、天然。はい、天然。え、和食。和食じゃないよ、逆。あ、ちゃいますよ、もう。それ何なの？聞こえてないの？聞こえてない顔してるだけだと。すいません。和食って何すか？養殖の真逆っつって和食って10秒後ぐらいに言ったんですよ、彼が。どういう意味それ？すいません。拾わないでください。いや、この間もね、中村さん、はい、合間に、撮影の合間に、まあ、僕が蕎麦屋なんで、うん、一番好きな蕎麦何っていう話になったんですよ。はいはい。なんか、天ぷら蕎麦とか、月見蕎麦とか、肉うどんとか、その全部合わせて、蕎麦うどんで何一番好きって聞いたら、うん、赤楚くんがザル蕎麦って言うたんですよ。はいはいはい。あ、え、珍しいな。何でも頼めるってなって、ザルそば頼むの、天そば、天ぷら付きの天そばもあった、ザルそばの。コメントしてる。なんて、俺まだ喋ってる。えらいこっちゃで。有村さん。ずっと有村さん、ごめん、今、うちの直前だったんだよ。多分。
愛い恐ろしいだってこの人深田さんのコメントです、はい、見てくれてるってこと、ゆるくてのってほらゆるくて、本当だこれはだって拾わないと、うん、深田さん違うそうですねのコメント大事やけどびっくりしたわまあでも しょうがないそこはねやっぱ小田か佐田だったら佐田拾いがちになっちゃいますよね基本ないですけどいやほんまにあとはこの小田さんの今のエピソードトークも赤楚、はい、に関するエピソードだから同時に2人ぶった切ったどっちもどっちの話かわからんようなのもう、うん、もうじゃあ、オチだけどうぞお願いします。いやいや、喋りにくいやろ。そんなんないでしょ、とか。これはじゃあ、最終は間際にまた教えてもらいましょう。このエピソード。まあまあ、あとで言ってよ。引っ張って。引っ張ろう。ないですよ。もう潰されてしまいです、今日は僕も。すごい潰し方よ。よかった。コメント。読みたいなって思っちゃって佐田さんも見てくれてるんだね、うん、すごいいやそらもう拾わないとダメですもちろん俺てっきり小田さんが話してる横で YouTube 見てんのかと思ってました僕にオチは何だったパパは最終は目前に答えます、え？パパは行かないって書いてるパパ行かないね行かないだってパパお忙しいから。パパお忙しいから。そらそら、お忙しい。全国で。そうそうそうですよ。家でパパの楽曲をちょっとギターでこそ練してまして。うん、ちょっとあのセットのネックの曲がった古いギターで、パパにちょっと聴いてくださいっつって。いつか聴かせてもらえるのかしら。チャレンジをしたいな。密かなる野望が。うん赤楚止まってる？動いてますよ。あれ今声遅れて聞こえるやつやった。あら。どうですか？どうですかお二人は現場。楽しいですかこの今回は。めちゃくちゃ楽しい。え、どっち？挙手しようか。あ、赤楚、はい。赤ちゃん。あ、楽しい人は挙手するっていうことじゃなくて、もうまた変なこと言って楽しいあ楽しいです楽しいですいやその今回もさはいはい誰が今回のさあちょっとかぶるんで気使う間が空くとかぶるんで確かに今回の大場って役さ割と現場で赤楚ぴったりだとかまんまだみたいな感じで言われるけど本人的にはどうなのえ？あ、それは大丈夫よ。あなたに聞いてるから。でしょ。本人的にも、でも、人に言われる印象とは似てるのかもしれないので。うん。ただ、僕は天然だなんて思ったことはなくて。はあ、まあまあまあ、そうだね。でも、ちょっと、大場の、ちょっとずれてるけども、まっすぐみたい。うん、え？あれ、また見てたらさ。ええ ええ見てたらさ。えあまりにも。ええちょっと待ってええええだら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 喋ってるだけで。で、佐田さんやん。メリハリがない。で、佐田さんおるやん。赤楚くん。佐田さん。吐き吐きしなさい。知らん知らん。あれあれ佐田さんええ、うらやあれ知らん知らん知らん生きてへんって。佐田正さんです。うわぁすげぇそうあ、そうすげぇそうなんですね。うん。この3人映ってるやつがね、メインのやつが一番画質悪かったよ。あ、もう続々と視聴者からの声が。やっぱりどうですかもう、すごかったね。最初、全然待ってても全然始まらない。事故かっていう感じだった。
せめてご苦労様でした、一日。ありがとうございます。もうずっと TBS つけてましたよ。すごいちゃんと。2人しょっちゅう見てましたよ。あのちょっと一個だけ言ってもいいですか、うん、いいよ。あのどうなんだろう、なんて言ったらいいか分かんないですけど、また一つエピソードが潰されました今。いやいや、これは全然結構ないですね。小田さんのエピソードも、赤楚が今喋ってるエピソードも、いい感じに潰れて今幸せです僕は。あのスタッフの Q のタイミングだと思うんですけど。確かにそうでしょう。びっくりした。あんまりすごいから来ちゃったよ。いや嬉しいです、ちゃんとちゃんとしました今。やっとちゃんとしました。やっとちゃんとした。いやでも面白いドラマだよね。いやそうです、本当に、ね、見どころが多い、ね、すごい楽しい作品になってると思いますよ。画質の悪いカメラに話しかけております。え、ちょっと待って、待ってください。中村さんと有村さんは知ってたんですか、佐田さんくんの。でも知らないです、知らないです。いや、あ、赤楚くん、赤楚くん、僕知らなかったです。いや、そりゃそうやろな。だから中村さんと有村さん知らんのに赤楚くんに入れ込むわけないわな。挙手してまで。これ、かすみちゃんのカメラに入り映り込んでるね。かすみちゃんだけ見たい人がちょっと腹立ってるのかな。いいんですよ、いいんですよ。みんなで。ごめんね。すごい。なんでそんなサプライズを。ほんまにすごい。すごいサプライズ。ね、ハッピーだよ。だってなんか今日はもう来れないって。はいはい。今、めっちゃ佐田さん登場用の台本も別にある。へぇー。あるびっくりした。なんか、ね、俺もそう思う。なんか仕掛けてる割には段取りがいい。一番サプライズ大事だから、ダンボリー。皆さん、佐田さん来てくださいましたよ。来ましたけど、もう帰るよ。見なきゃなんないもん。そうですね。オンエア。オンエア。まあ、確かに。一番大事だから。まあ、事務所近くなんで。あの、メガネの男性がちょっと何か今。何ですか？メガネ、いや、あの、僕素人じゃないんですよ。そちらのメガネの方。いや、メガネの方じゃない、あの入り込んだんじゃないです、あの、正式に。共演者。共演者。何を今日は何を歌いますか？今日何歌いますか？何を、なんで何を歌いますか？そんなコーナーちゃうやろ、これ。聞こえないんだな、ちょっと実際、ちょっと実際、ね、言ってきたり、ちょっとコメントが、はい。ちょっと聞こえにくい。小田さんはちなみにカラオケ行ったら何歌うんですか？誰が知りたいねん！ちょっと待たないといけない、ね。皆さんのことを答え、有村さんと中村さんのことを。いやもう、聞きたいんですよ、皆さんの話を。僕は小田さんのことが聞きたいですよ。いや、もう、あいみょんの裸の心です。興味ないな。いい歌ですよ、ね。興味ないやないか、結局。いいんだよ、皆さんの話を。もうなんか、ここまでガタガタできてるから、ここからもガタガタのまま終わってやれっていう、ちょっとテンションになってきちゃいました。もう取り戻せないしね。そう、もう取り戻せないです。過ぎてしまったことは。このままアーカイブに残してもらう。すごいな。見てよ。赤楚はカラオケ行ったら何言ったの？さっきの有村。あ、赤楚くん。あの、愛を取り戻せ。あら！北斗の拳。はい、好きですね。北斗の拳。はい。割とパワフルなやつ。声高いよ、あれ。キー下げます。世代ない。世代じゃないよね。世代じゃないです。再放送組です。あ、再放送で。ちょっと。あれ、じゃあ、皆さん、中村さん、有村さんは何歌われるんですか？はいはい。
いいね。いい、いいよ。聞きたい、聞きたい。聞きたい。あ、なんか。僕、愛を取り戻せです。ほんまに？被ることある？悪い曲じゃない。そんな被る？キー下げます。いや、一緒やん。5人中2人、1番が愛を取り戻せ。え、世代じゃないでしょ。いや、俺が言ったやつや、それ。再放送組です。いやいや、な、それが再放送やないかい、おい。さすが。さすが。いいね。何やな、これは。ほんまのやつ聞きたいね。多分。トモヤくんだけ顔がぼやけてる。そう、そう、そう。これずっとそう。ずっとそう。ずっと、ずっとそうです。メインの中村さんとずっとそうなんですよ。そうですよ。一番のマザーベースとなるメインのこれが一番画質が悪い。そうそう、声も小さい。そうなんですか。ずっとです。なぜだろう。これガラケーなんですよ。ガラケーやった。なんでガラケーで繋ぐのは技がいるね。逆に難しい。逆に難しいね。なんかそれ。赤楚くん。はい。鮭食べた？あ、いただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。うまかったでしょ。ありがとうございます。めっちゃしょっぱい鮭が好きだっていうからさ。はいはいはい、はい。もう日本で一番しょっぱい鮭こんな感じ渡したんだよ。出ましたね。もうお店の僕ちょっとメモしまして、ちょっと次から鮭買うときはそこで頼もうかなと。おー、いやすごいな、俺宣伝しちゃった。本当ありがとうございます。何をおっしゃいますよ。明太子も美味しかった。明太子美味しかった。明太子美味しかった。あのね、近谷さんのね、美味しい、美味しいのが、本当に美味しい。うん、もうこの撮影の上位に入る楽しみの一つが、ツアー中のさださんがお土産を買ってきてる。そうそうそう。どっちどっちの美味しい。いろんなものを食べてきたさださんおすすめの。やっぱりね、大阪から帰ってきたところだったんで、はいはいはい、551の肉まんっていうのをちょっと考えたんだけど、何時に着くか分かんなかったんでやめました。え、今ですか？うん。いや、だから、今日、昨日僕、フェスティバル4でコンサートやったんですよ。はぁ、いいのもっと。スーパー忙しい人、こんなグダグダのライブに。あんまりいろんな方から来ちゃった。これはどうにかしなきゃいけないと思って。このままだとダメだ、パパが助けに行かなきゃ。いやもうありがたいですよ。もうだって未だに画角が定まってないんですよ。第一でかすみちゃん喋らなさすぎる。あ、そっちに中村さんも入る。かすみちゃん、そう置いてきぼりにしちゃうんだよね。少しかすみちゃんに話してもらわないとね。こうで子たちが勝手に盛り上がってね。有村さんもそう。ちゃんと話して。はい。こっち見に喋る。質問なんかあれないですか？あ、しまいません。それみんなで答えよう。友達さんの顔を見せてあげたら。ん？ガスが。どうもおいでやすです。ありがたいですけど。腰やす。腰やす。腰やす中村です。いや、え、なんで？いいよいいよ。ありがたいけど。質問してるんだ。じゃあ、はい。監督から質問です。はい。あ、皆さんへ。この現場で一番苦労したことを教えてください。かっこ、スタッフの苦情はお受けいたしかねます。かっこは。苦労したこと。苦情ね。いや、僕から言ってもいいですか？はい、はい。もう、本当に今日放送する一番の最後の方に。はい。ね。人がいっぱい出てきて、まる道の上でね、ガーッと長いシーンやってるんですけど、あれはやっぱ全体的に見ても撮影大変だったんじゃないかなとね、うん、思いますね、うん、見てくださったらね、うん、大変だったんだなって分かっていただけると思いますけど、うん、さつみちゃんどうですか？なんか最初はやっぱりセリフの、うん、セリフを喋るのに口が慣れてないから舌が回らなかったので、早口で喋ったりとか、ね、多々ありますけど、今はもう撮影の何ヶ月ですか？2ヶ月あったので、舌がこう、舌の筋肉が鍛えられて。だってさ、有村架純史上最速で喋ってる。そうかも。確かにそう。ねえ、うん。
びっくりすると思うよ、かすみちゃんのファン今日見たら、あ、こんな有村さんもいるんだってね、うん、はい、まあでもそれくらい舌が回らなかったのが大変でしたね、まあ、うん、佐藤さん、僕、はい、僕はもう全然強いて言えば石子ちゃんがいつも一人で屋上で、うん、なんかのんびりしてるんですけど、屋上に行って僕が相談するシーンが時々出てくるんですけど、屋上遠すぎる。え？え？めっちゃね、屋上行くのにもう半日潰れるぐらい疲れてる。都内ですけど。都内だけどね。都内だけど。階段がちょっと急ですよね。階段急だよね。あれ、転げ落ちるかもしれない。ロケ中に。スタッフさんも機材運ぶのが本当に大変だよね。一番の最初に出てくる屋上のシーンかな。そうそう、笑いました、俺見て。あ最高の間だったですね。近くにさ、マンションがあってさ、はい、そこの人が何のロケしてんだか知ってか知らずか一生懸命手振ってくれてるんだよ。なんか手振り返さないと申し訳ないような気がするんだけど、スタッフの人は真面目にすいません、ドア窓閉めてくださいとかって頼んでるし、映っちゃうから、手振っちゃいけないのかなっていう、その辺の加減がわからないのに困りました。なるほど。赤楚さん、僕は1話で言いますと、はい、まあ服がすごい暑いから、うん、日中ちょっとだったね。そうか、そうですね、日中はしんどかったなっていう、しんどいだろうな、汗かいちゃいますよね。かいちゃうね。うん。でもだから暑い中でよくやるよね、みんな。なんか暑くなるの早かったですよね、今年は。今年早かったですね。から、そう、まあでもずっとこっからも暑いんだろうけど。うん。小田さん。小田さんはどうですか？小田さん。なんでそのついでみたいな聞き方するの？そんなことないですよ。敏感にわかりますよ、僕は。そういう。真打ちです、真打ち。真打ちじゃないです。僕はけど、会見でも言いましたけど、やっぱり中村さんに揺さぶられるのが辛い、僕は正直。撮ってる、実際本番撮ってる時にカメラの向こうで、なんか、指さして笑ったりとか。指さしてはないですよ。もう、まあけど、三人で、なんか、真剣な顔してんのに、それ撮ってんのになんか、三人で、うわ、やっとるわ、みたいな感じで笑って。あれ、ほんまに、やりにくいんです、あれ、ほんまに。なんか、はい。小田さん見てると、やっぱちょっかいかけたくなっちゃうんですよね。いや、それありがたい、それありがたいんですけど、本番のカメラ回ってるときはやめてください。ごめんなさい。いやいや、それも感じ悪いやろ、俺。なんか謝られて。謝ってほしいわけちゃうね、僕、別に。揺さぶられることが、まあ、結構動揺しました。だから、それ、これもだから言いましたけど、結構そういうことが起こるので、まあそれに対して、じゃあ突っ込み入れようと、今度は先手を取って突っ込みを入れようと思って、なんか僕が噛んだ時に睨まれたんで、それに対して突っ込んだら、それはその羽尾の役で塩崎を睨んでたって言われて、うん、もうすいませんって言いました、すぐ。でももうその役者のお仕事というかもうね、初めてじゃないわけじゃないですか。はい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 。もう慣れたものだと思うんですけど。いやいや慣れてないですけど。なんかでも未だにすごく現場でのね、小田さんってすごくやっぱり一生懸命だから、なんか。ついつい邪魔したくなっちゃう。よくないっすよ。一生懸命とからかうの。あ、もうこんな時間？はい。え、すげえ。早いですね。ね、半分事故ってた。あと30分くらい。なんかコメント読んだりとか。そう、ちょっと、うん、そっちの方がコメント出るんだけど。さっきから見比べて。シーズン2お願いします。シーズン 2?
まだ1番も始まってない。早い。早い。読める？ちょっとやってよ。ちっちゃ。違うの。俺あまりにもずっと喋ってるから。スクショタイム。で、スクショタイム。あ、みんなそばのオチ聞きたい。小田さん気になるんですってそばの話のオチ。そば。あの見事に潰された話ですか？ごめん。いや、まあ一応言いますわ、じゃあ。うん。で、だから好きな天ぷらそばとか、月見そばとか、にしんそばが ある中で、じゃあ、赤楚君一番好きなのはって聞いたら、ざるそばって言うたんですよね。はい。ほんで、ええー、って思って、何でも頼めんのに、その、天そば、天ぷら付きの天そばとかあっても、ざるそば頼むんやって言ったら、いや、それやったら天そばですって言うたんですよ。おう。ほな、天そばやないかい。うん。っていう話やーやめーやり直さすんやめー一番ダメですよね、やり直すのもうなってるなでも僕のせいです、ね、あと3分なんでちょっと一つだけ、はい、主題歌ラッドウィンプさんです。あっ、はい、そうそう、人間でした。タイトルなんでしょう、ね、素晴らしい曲、編曲です。え、人間ごっこ。人間ごっこ。はい。素晴らしい曲。もうコメント拾うのに必死。で、今回の、あの、この直後の初回放送で、初めてね、はい、ラットファンの皆さんも気になっていることですよね。すごい。とても素敵な。です。あの、本当に、主題歌、また僕ばっか喋っちゃうけど、主題歌って主題の歌なわけじゃないですか。うん。やっぱこのドラマのね、全体をこう包み込みながら消化してくれるような曲になってますよね、うん、本当にね、まさしく主題歌だな、うん、僕なんかは思うわけであります。ぜひね、皆さん、聴いてくださいね。楽しみです、それも。作品を聴くと、締めてくれる歌ですよね。そうですね。コメントを。コメント来てねえのかな。いや、めちゃくちゃ来てますよ。そんな字ちっちゃいな。佐田さんインスタライブやられますか。僕はやりますよ。あ、その、エクアドルからやりましたよ。かっこいい。エクアドルから昼間にやってんのに夜中の2時だった日本。そう、誰も見てなかったですよ。いやーってやっても。そうそう。みんな、ね、眠かったりしてる。そうそうそう。はい。じゃあ、ちょっと時間になってしまった。もう終わり？もう。あららの。じゃあ、はい、最後締めてください。それは大事、はい。もう5分後ですもんね。本編。そうですよ。もう始まりです。いよいよ。いよいよ。本当にそうか。本日10時から石子と羽根をついにスタートいたします。んいいよ、それでいいよ。皆さんこの後ぜひ、うん、そうよくできました。よくできたね。できました。小煩悩なパパがいる。そうですね、だからお手洗いとか済ませてね、皿洗いだとか1時間とちょっと、釣りリアタイしていただければ。そして皆さん、やたらとハッシュタグ、石子と羽男でつぶやいてくれると、スタッフが本当に喜ぶので、はい、ハッシュタグ、赤ちゃん。赤ちゃんはいらないじゃないですかね。赤ちゃん。別の本当に赤ちゃんが多分大量発生すると思います。本当に嫌な時のやつじゃん。ファンの皆さん、はい、赤ちゃん禁止だそうです。はい、これ赤楚が言ってるわけじゃないです、僕が言ってます。赤ちゃんはちょっと避けていただいて、ぜひエイミョンの方で一つ。うん、石子でお願いします。あと何と言ってもあれですよね、小田さん、はい、放送終了後かな、パラビの方ではスピンオフ作品、
僕、ちょっと小田さんの役目がまだ覚えられないので、あれでお付けください。結構取りたいよ、もう。塩田介と、ね。あみね。はい。おみというパラビーで僕主演のミニドラマ、うん、今日から配信スタートなんで、そちらもぜひご覧ください。もう、爆笑必至。あんまやめて、そういうの言うの。それやる。なんすか約束はできません。ただ目に明かすのに。番組放送後に、パラビで見れるっていう。パラビで、今日から配信します。いいね。そう。はい。どちらも楽しみ。今見てもらってね。はい。まあ、あと、本当に、塚原さん撮影中、監督の塚原さんが撮影中からね、思ってたら、きっと何度見ても、より楽しくなっていくようなものを、ね、目指して撮られてたと、僕はそう勝手に解釈してるので、おっしゃる。まあ、一度と言わずね。目まぐるしく変わる、ね、絵変わり。そうですね。塚原節が。まあ、もう本当、いよいよ。はい。あと3分ぐらいなので、ぜひ皆さん、コンディション整えてもらって、見てもらえればと思います。お願いします。最後に、バイバイって。ありがとうございます。バイバイバイ楽しんでください。グダグダして消せないかもしれないぞ、これ。